はい、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。今日マットにしてみたんですよ。昨日椅子だったから。どうぞ、ごめんください。この話し合いの目的って何ですか？あの昨日ちょっとなんか喧嘩したみたいに思っちゃったじゃないですか。で、みずるなんでかなって思って、でそのこの話し合いの趣旨をまず説明しなかったなと思ったんですよ。みずるモンさんと試合しなきゃいけないってなった時に、なんかモンさんとなら話し合えば理解し合えるんじゃないかなってちょっと思って、まあ、その前のねめいちゃんとかさくらさんはちょっとみずるとはちょっとタイプが全然違う人だから話し合ったとしても理解は絶対できないから試合したけど、モンさんは同じタイプの人間だと思ってるから、まあその毎日話し合った結果理解できなければ試合すればいいし、理解できるんならもう試合もしなくていいんじゃないかなと思って、だからとにかく私はモンさんとゆっくり話し合いがしてみたかったの。もう良くないですか？この間でもまだ必要ですか？モンさんはさ、最近プロレスどうすか？いや、自分チョコプロ始まって変わっちゃいました。なんかちょっと前までは、人のためとか自分のこの明るいトロピカルヤッホーのキャラクターで少しでもたくさんの人を楽しませたいし、自分のプロレスを通して元気を与えられる存在になれたらななんて本当に純粋な気持ちで楽しくプロレスをやってたんですけど、チョコプロが始まって藤田さんのラストマンスタンディングのシングルマッチを皮切りに大事なシングルマッチが組まれるたびに自分自身を見つめたり追い込まれたりしていくうちに、昔みたいにこうなんだろう、純粋に楽しむだけじゃなくって、なんかいつの間にか自分が自分がっていう自分の欲が出てきてしまって、それがいいのか悪いのか、でも昔みたいにただ楽しくトロピカルで楽しんで試合をしてる自分じゃなくなった自分に戸惑ってます。そうだったんだ。みつるもなんか最近さ変わっちゃったなと思ってて、なんか2ヶ月間出られなかった期間があったじゃない。私絶対呼んでもらえるってちょっと思ってた部分があって、でも実際蓋を開けたら全く呼んでもらえず2ヶ月経過したの。だからね結構ねきつかったの。なんだけどその時に助けてくれたのが学生時代の友達で、やっぱテレビ電話とかね電話とかいっぱいやるようになって、その学生時代のみつるしか知らない人たちと喋ってると、今のみつるってこう組織のために役に立とうっていう気持ちが強くなってて、でも学生時代のみつるはただそこにいるだけで楽しかったっていう人だったなっていうのを思い出して、急に思い出しちゃって、そしたらもうね組織のために役に立ちたいっていうみつるがいなくなっちゃったの。存在するだけでいいじゃんみたいな。まあそれユナも言うみたいにさ、これがいいことか悪いことか全然わかんないけど、でも確かに変わっちゃったなと思って、まだねそう戸惑ってる私も。自分からしたらみつるさんはすごくチョコプロで今生き生きされてて、でも自分も変わったけど今の自分嫌いじゃないなって思いましたね。嫌いじゃないよね。わかる気がする。今日生徒祭練習してきたの？はい、あこの後ですね。でも朝練もうぃーきつ。あごめんね、そんな間に出てきてくれたんだ。やば、振り付けもうーやば、もう全部終わった振り付け？まだです。やば、はい、あとでももう2週間切った。まだ2週間ある。いやもう切りましたね。うーそんな大変な時にありがとう。お茶。
お茶持ってきたら飲んで飲んで。ありがとうございます。何でしょう、うん、自分はどうなっていくのかね、分からないですけど、でもどうなっていくのか自分でも楽しみではあります。うん、みんなにどう思われてるかとかもやっぱり考えないようにはしてるけど、うん、考えちゃう時ってあるんですよ。あるね。今どう自分見られてるんだろうって散々あんなにトークショーとかで言われて、うん、そんなの考えても意味ないからって気にすんなって言われても気になっちゃうんですよね。やっぱね、タイプが違うんですよね。その元々持ってる型番が違うから。型番違うの。こことここは多分同じ型番だよ。くそニュータイプ目ニュータイプだね。確かに私たちからしたら多分もうね、変身とか言わなくてもできるタイプだから。今の子たちでしょ、ピッてやったらバーンってなるでしょ、仮面ライダーとか。あ、分かんない、知らないけど、甥っ子とかの知識だけど。自分たちはスティック持って魔法の呪文を一から全部唱えないと変身できないから。仮面ライダーだったらこっから始めないといけないから私たちフッてやってから気合い入れてから間違いない、こうやんないといけない。間違いない間違いない。もうみんなは今ピッてピッて通りだから。デジタルですね。いやでも絶対これの良さもあるはず。あれをみんな真似したんだもんね、かっこよくて。モンさんがさ、なりたかったプロレス像ってどんな人？プロレス入った時に最初に目指した人？めっちゃ皮肉そうにしてる。いいよ、何でも。自分、うん、ハイフライヤーになりたかったんですよ。知らなかった。そうなの？はい。ハイフライヤー。ハイフライヤー。ムーンサルトとか。ぴょんぴょん飛んで、軽やかに羽が生えてるみたいな。あ、だからタイガーマスク好きなんだ。あー、なるほどね。いまだに納得した、うん、練習のアップとかでも全部ジャンプ系、うん、ジャンプ系なピョンピョンしてる。確かに飛んでるのよく見るわ。マーク超えるの好きだもんね。そうなんです。そうだって、モンさん右から左に越えろって言ったら左から右に越えたりしちゃってるよ。今日はこっちでやってみますみたいな。もういまだにやっぱり、うん、未だにその憧れが拭いきれなくて、うん、やっぱりそうなんだ。私最初プロレス全く知らずにガトムーブ来たけど、一番最初に憧れたのは小鳥さんだったな。私小鳥さんになりたかったんですよね。あの、わかります、あのちっちゃくて可愛くてちょこまかして小回りが効くのに気が強くて、うん、男性相手でもぶん投げて一本みたいな、あの感じが、いやギャップがすごかったです。あれがすごいかっこよかったですね、痛快でしたよね。あ、気持ちいい、こんなプロレスしたいと思ったんですけど、みちるもそもそも尺がさ163とかあるからさ、もう全然目指せないけど、でもモンさんいけるんじゃないですか、ハイフライヤー。本当ですか。うん、飛べるよ、だってむっちゃジャンプの練習してるもん。体重、今の体重のまま、自分は体重があるからやっぱり、うん、そのハイフライヤーの方よりも身軽にこうできなかったり、ちょっと練習メニューやってみよう、考えてみます、考えてみよう。だからあの首とかほんと怖いから一人の時はやんないでね、誰かいる時に。はい、トランポリン行ってみます。いいかも、落ち着いたらまたみんなで行きたいですね。そうですね、うん、どうやって練習するんですかね、ハイフライヤーの人たち。